ラウエルさん、こんばんは。マッカさん、こんにちは。こんばんはって言ってボタンは、こんにちはだね。ヤマトナデシコ、ナデシズコさん、こんばんは。ユキコさん、こんばんは。セーラネードさん、こんばんは。同時に入ってこられた方、お名前出ないんです。ごめんなさいね。ユキコさん、こんばんは。ラウエルさん、ありがとうございます。ムームーモンさん、またありがとうございます。大好き。あやみさん、みゆうさん、あと同時に入られた、みゆきちゃんかな。お名前、同時に入られたら名前が出ないんですが、いらっしゃいませ。リン・デュークさん、こんばんは。ムームーモンさん、ありがとう。大好きですよ。また来てくださってありがとうございます。ヨーケイさん、いつもありがとうございます。あやみさん、はじめまして。今、マスク作らせてもらいました。わー、ありがとうございます。大好き。 アメリアさん、こんばんは。 AR ハンドメイドさん、いつもありがとうございます。市原カエルさん、こんばんは。ジグマヤさん、ありがとうございます。ナホさん、ありがとうございます。ユキコスーさん、こんにちは。見ながら作りますって言ってくださった、ありがとうございます。 いらっしゃいませ。 本日2度目のライブ配信ですよ。ははは、 KYM さん、こんばんは。こんにちは。 いつもね、夜中にね、ライブ配信するから、こんばんはになるわ。ケコさん、メコさん、こんにちは。ありがとうございます。さあ、日曜日のお昼でございますが、皆さん いかがお過ごしですか。花熊さん、藤本奈美さん、いつもありがとうございます。 さあ、本日2度目のライブ配信でございます。 ね、さあ、ちょっと待って、よいしょ。さあ、あやみさん、子供の下着で作ったら重いとのこと、ポケットなしでもいいんでしょうか。ダメです。 ポケットなしはダメです。ポケットをやめるということは絶対にしないでくださいね。その説明も今から言いますよ。今から言いますよですけど、ちょっとここから、あきさん、ありがとうございます。まいこさん、ありがとうございます。ハンドメイドあかねさん、ありがとうございます。ここからはね、ご入室いただいた方の個別のご挨拶、ちょっと割愛させてもらいますね。ダメですよ、あやみさん。ダメって強く言います。 それを説明しますね。まず、作っていこうと思いますが、その前に、このね、私の考えたこのマスクのご説明をさせていただこうと思いますよ。私がこう喋っている途中でも、質問とか、思ったこととか、あったらどんどんコメントくださいね。私がこう話している途中ですぐにお返事できなくても、必ず質問とか大事なことをお尋ねされた方は、私、戻ってお返事ちゃんとさせていただきますので、私の話している内容と自分の話したい内容がずれていても遠慮なく、コメント欄にゆっくりでいいので書いて、コメントしといてくださいね。遠慮なく、お気軽に。あと、このライブ配信は、いつも来てくださる方、ご存知かもしれないですけど、不意にね、なかなかな確率で外国人の方も 来てくださるんですね。で、英語とか、英語じゃなくても、どこの言葉か、ちょっと一瞬わからない言葉で話しかけてくださる方もいらっしゃいます。だけどね、びっくりせずにね、いつものことなので、優しいハートで聞いてあげてください。さやかさん、ダウンロードしてコピーしたよ。だって、職場でか、さすがだな。 9時にまた待ってますね。ホーメイさんもありがとうございます。さあ、で、この私の考えたこのマスクの説明なんですが、そう、普通の布マスクと大きく違うのは、このポケットがついているっていうことなんですね。ポケット、これが大事。ここのポケットにね、このような、残り少ない、紙マスクね、こういう紙マスクを入れたり、または紙マスクがない方は他のフィルター効果のあるものを入れて使うマスク、これをね、日本で進めたいと思ってるんですよ。紙マスクを入れたり、紙マスクのない方は
キッチンペーパーとか換気扇のフィルターの用紙を切るとかね、不織布をカットして入れるとか、必ずこのマスクにポケットにフィルター効果のあるものを入れて使う。これをね、広めていただきたいですよ。ね、で、まず1つはポケットがついていることが特徴です。2つ目はこのマスクを見ていただいたらわかると思うんですが、とっても大きな作り、顔を大きく包み込みますよ。ダウンロードしてプリントアウトした方は、型紙ね、でかって言いますよ。一般的なマスクよりサイズがでかいなっていう印象があると思います。これにもちゃんと理由があって、顔をね、大きく包み込むことで、ね、このね、マスクの縁からのこの息漏れ、これをね、最大限に減らそうと思って、こういう作りに私はしてますよ。ちぐまやさん、フィルターは何回も使用していたのでしょうか。いいですよ。この中に入れたフィルター効果のあるものは繰り返し使う。で、この布マスクの部分だけを洗って、またこれも繰り返し使う。で、またさっきのフィルターを入れる。そういうことで、1枚のね、この紙マスクも、ね、長持ちさせる。そう。そのために、こういった、これはいわゆるマスクというよりはホルダーみたいな感覚で使っていただきます。ね、これで感染予防。そう。で、大きくホールドする。ね、ホールドするデザインになってます。この目の結構近くまで来ますよ。顎の下まですっぽり覆う。そう。で、3つ目の特徴が、ここの内側のポケットのこの縁に、ノーズフィッターっていうね、鼻のね、形に合わせて動いてくれる針がね、プラスチック製の。そう。それをね、入れることができるようにしてありますよ。このね、ノーズフィッターっていうのがね、なかなか一般のご家庭にもないと思いますし、私も持ってないですわ。私も持ってないんですけど、皆さんがお持ちのね、紙マスクにね、入ってると思うんですよね。ノーズフィッターってね、すでに。そのね、紙マスクに入っているノーズフィッターを、リユースして、このマスクに使うことによって、感染予防効果のある、より一層ここにフィットさせる、ね、ここの息漏れを最大限に減らすマスクにすることができる。これが特徴です。ここにね、入り口があって出し入れできるの。そう。で、これが3つ目の特徴ね。4つ目の特徴は、ここね、このね、横の部分、ここのゴム通しのこの部分、これ一般的な手作りマスクは、このね、横をね、こうやってね、三つ折りをして塗ってるんですよ、大体。一般的な手作りマスクの縁はね。ガーゼを1回折って、2回折って縫ってると、ここが60になるんですね、ここの厚さが。そしたらどうなるかというと、ここがね、結構硬めのね、棒みたいにね、カーンとこう、硬い芯みたいになりますよ。その硬い芯がカーンってなる。それを、私は、ここをね、なるべく柔らかくしたいなって考えましたよ。どうして柔らかくしたいかと、ここをね。ここがカーンって棒みたいに硬くしたくない。なぜか。それはね、こうやって耳に引っ張った時に、こうやって柔らかく曲がる。わかりますか？ほら、まっすぐにしてたらこのまま。耳にかけた時にこう、ほら。ね。ここが柔らかい。ここが柔らかいことによって、顔のね、面長さんとか丸顔さん、大きな顔の人、ちっちゃな顔の人、いろんな顔の形の人がこうつけた時に顔にフィットする。ここがね、私もちょっとくしゃってなってるでしょ。でも顔の形が違うと、きっと皆さんのこのくしゃくしゃ度は違うと思うんですよね。ここにフィットするように、この縁が柔らかくなる。そのためにね、一般的なね、マスクの型紙はこうなってると思うんですよ。
そう、こうなってると思うの。私の型紙はこういう蝶々の形をしてますよ。そう、これが特徴です。だいぶ喋ったんで、ちょっとコメント戻りますね。あ、ピンクパンダイリエさん、こんにちは。個別のご挨拶をちょっと割愛させていただきますね。表の布は何を使うといいですか？表も裏も私はダブルガーゼで作ることをまず前提としてこれを作ってあります。ただガーゼがない方は、口表、ポケット布だけをガーゼにする、できればね。で、こちらの表側の生地は薄手のコットン、スケア、シーチング、ブロードまでいけるかなぐらいの薄手のコットン生地を使うといいかなと思いますよ。ミカさん、フィルターは繰り返し使え。そう、使え。使いましょう。ね、そう、キッチンペーパーとお子様用のね、立体マスクと結構サイズがちっちゃくなりますよ。そこにマスクを入れるのはなかなか難しいかもしれないですけど、必ずお子様用のちっちゃいポケットにもフィルター効果のあるものは入れて使ってくださいね。これは強く言いますよ。何も入れないこの3枚仕立てのガーゼマスクなんてつけても何の予防にもならない。ならないっていうか、もう予防効果がとても低い。そんなものをお子様につけさせない。それをね、叶えたくてポケット付きにしてます。キッチンペーパーをちっちゃく切ってでもいいので、必ずフィルター効果のあるものを入れて使う、それはお約束してくださいね。ミカさん、フィルターシートも品薄なので繰り返し使えるのはいいですね。ありがとうございます。そうそう、 OK。 じゃあね、マスクの説明はこれぐらいにして早速作っていこうと思いますよ。私のインスタグラムのページから飛んでいただいたら、このような、なおようこさん出遅れた、大丈夫、もし出遅れてもこのライブ動画の、ログはこれが終わり次第インスタのストーリーでシェアします。で、そのインスタのストーリーが24時間で消えてしまっても、ペルトの YouTube チャンネルというのがありまして、そこに必ず全部のログを上げていってます。なので、バックナンバーが見たい方は全部のライブ配信のログが見ることができますので、話が途中になってしまったって思っても、後で見返すことができますのでね、焦らずに聞いてください。では、途中で用事ができた方は遠慮なく退出してくださいね。チャーヨーナゴさん、ポケットにはさらしの生地でも大丈夫ですか？いいと思いますよ。ダブルガーゼが一番こう肌触りが良くて吸水性がいいから私はおすすめですが、さらしの生地もそれにすごく近くていいと思いますよ。さあ、このような、 さやかさんが YouTuber なんですよねって言ってくれた。そうです、すっぴんさらした汚いガラクタ置き場の YouTuber ですよ。 よかったら YouTube ペルトで検索すると出てまいりますので、開いてうわーって思ってそっと閉じてくださいね。 でも YouTube でもね、作り方の動画をアップロードしてますよ。それはありがたいことにご好評いただいておりまして、3000回数ぐらいかな、もう見ていただいてるみたいなんで、よかったらね、YouTube も見てみてくださいね。さあ、じゃあ私のページから飛んでいただいて、このような型紙をダウンロードしてプリントアウトできた方いらっしゃると思いますよ。プリントアウトしたら、ここのね、真ん中の点線からこの赤いラインまでの距離が2センチって書いてあるんですけど、これがね、2センチって本当に2センチかどうかを定規を当てて測ってみてくださいね。で、それがきっちり2センチだったらこの大きさで大丈夫ってこと。ね、お願いしますね。で、この型紙は、大人用サイズ、で、あとキッズ用に95%、90%、85%で縮小していった、3つの子供サイズの4種類の、大きさのマスクが作れるようになっていますよ。で、先にお伝えしておきますが、体格の大きな男性の方とか、お顔のちょっと大きめな方は、この大人用のサイズのこの型紙を
コピーでね 105% とか 110% っていう拡大コピーをしてそのまま使っていただきますと、この縦と横の比率が変わらずに大きなマスクにしていけますので、この大人用サイズではちょっとちっちゃいなっていう方いらっしゃいましたら、あのコンビニのプリンターでもできます。あの倍率をね 105% か 110%、 5% 違うとだいぶふわっと大きくなりますよ。なのでそれであのお顔の形に合わせてね、あの型紙を変えてみてくださいね。ではこの型紙今回もあの大人用で作ろうと思うので切り取りましたよ。ハサミで切り取りますね。あの黒い線の上をそのまま切り取ってください。これはね1センチの縫い代込みでできている型紙なので、暗い線の上をそのままハサミで切って、でこれを布の上にそのまま置いて、でそのまま線を引いていただいて、そのまま切っていただいて構いませんよ。でこちらが、こちらが表布の型紙になります。表布、絵本の森さんこんにちは。こちらこそよろしくお願いしますね。そう、これが表布の型紙、ね、でこのね赤い線のところでチョキチョキチョキって切っていただいて、こんな風になったもの、これね、これね、これがあのポケット布の型紙になります。使うのはこの蝶々型の表布の型紙とこの赤いところで切ったポケット布の型紙、これを使いますよ。で布の裁断をしますが、まず表布はね、これを2枚取っていただきますね。2枚、2枚取っていただいた方の中で1枚は赤、1枚は青で取ったら、こっちが赤、こっちが青いマスクになっちゃったっておっしゃられる方結構いらっしゃるんですけど、そうなんです。この型紙のね使い方はね、こういう風になるんですね。でこっちはこういう風になるの。だから左右同じ色の同じ柄のマスクを作りたいと思ったら、2枚の表布は2枚とも同じ柄の布を使って裁断してくださいね。あえて逆あの違う色にされてる方もおしゃれな方いらっしゃいますんでね、自由に好きにデザインしてください。でポケット布はこれね、ポケット布の取り方はこの向きが1枚、でこれをひっくり返してこっちの向きのものを1枚な、合計2枚取ってくださいね。で実際に型紙を切った布をお見せします。これ今度は緑毎回色変えるよ今度は緑のマスクを作ってみます。これが表布2枚ね、これが表布の2枚の蝶々型2枚。そうで、これがポケット布、ほら、ね、左右対称にポケット布ね、これが材料になりますよ。でこの裁断ができたら早速作っていこうと思いますよちゃんとついてきてくれてるかな。じゃあちょっとカメラのアングルを変えますね。私の手元を映して縫っていこうと思ってますので、あのなんか途中でわからないこととか質問とかあったらね、遠慮なく作業の途中でもコメントを残しといてくださいね。後でお返事いたしますので遠慮なく何でもお尋ねくださいね。じゃあちょっとカメラのアングルを落としますよ。よっこらせつせーと、よいしょーって言うてる。 OK、 見た？見えますか？じゃあ表布から作っていきますね。これが表布、こっちが上ですね。こっちが上、そうで、こう重ねますね、こう重ねる。そう、表内表に2枚重ねますよ。柄の方が内側になるように重ねます。同じ形にね、こっちが上で、こう重ねたら、このね、横の縁をね、この横の縁1センチのところをこう縫い合わせます。でこっちもこう縫い合わせますよ。1センチのところをね、両方ね、まずこっち縫い合わせますね。
ように縫い合わせましたよ。ね、あ、ちょっと糸の色また白にしちゃったな。こう縫ってますよ。ね、あの糸の何番にしてますか？私60番で縫ってます。糸のね、太さはね、そんなに細かく心配しないで大丈夫。50か60で縫えばいいと思いますよ。次またこっちも縫いますね。1センチで。で、この縫う時なんですが、あのダブルガーゼは基本そんなにあのほどけにくいので、あのさっきもそうですけど、私はここは返し縫いせずに縫い始めて最後も返し縫いせずに縫い終わりにしてますよ。ね、それであの返し縫いが必要な時はその時にお説明しますが、無理にここ返し縫いしないで縫っても別にそんなにバラバラほどけてくる感じはないです。なぜそういうかというと、時間短縮もそうなんですが、万が一間違った時にほどく時にね、返し縫いがしっかりしてしまっているとほどくのがとても大変なんですね。なので失敗しないのが一番ですけど、万が一失敗した時にほどきやすいように返し縫いなしでこの工程でやってもほぼ大丈夫ですよ。返し縫いが必要なところはこの後ご説明しますね。ここで一旦ちょっと質問がいますね。型紙を半分に折って輪で切ってもいいですか？あ、もちろんいいですよ。あのその形で切っていただいて構いません。輪にするときダブルガーゼがちょっとずれやすかったり膨らみやすいので気をつけて輪で切ってくださいね。そう、返し縫いしないでいいんですね。そう、あの返し縫いしたかったらしていただいても構いませんが、私は時間短縮と失敗した時のほどきやすさのために必要じゃないとか返し縫いせずに縫っていますよ。で、この続きをいきますね。こう両方1センチで縫えたら、ハサミでこの縫い目のところをね、縫い目の際のところのこのひだひだを切り込みを入れていきます。だいたい1センチから 1.5 センチ間隔で切り込みを入れますよ。いきますね。見えるかな？こんな感じで切り込みを入れていきます。くれぐれもね、さっき縫ったミシン糸のところを切ってしまわないように切り込みを入れてください。こんな感じで切り込みが入っていますよ。うん、さやかさん、おいとまします。 OK、 また9時に来てね。はい、こんな風に切り込みが入りましたね。反対側も同じように切り込みを入れますよ。これね、糸を切ってしまったらえらいことなので、このさっき縫った縫い糸をね、切ってしまわないように気をつけて切り込みを入れていってくださいね。はい、こちらからも切り込みが入りました。こんな感じ、こんな感じですよ。そうね、わかりますか？両方縫って切り込みが入りました。そしたらこれね、アイロンでこの縫い代をね、開いていくのがセオリーなんですが、私はもうこれをね、アイロンでするのがめんどくさいのと、あとね、初心者の方がね、この曲線のこれを割るためにアイロンするんです。結構難しいですわ。なのでね、もうせっかくね、手作り一生懸命するんで、あまり手間と時間と労力をかけない、子供でもできる、危なげなくね、その方法を私はお伝えしますよ。すごくね、お手手のね、爪でね、このね、間をね、ゴシゴシゴシってしごくんです。こうやってしごくと、アイロンかけてはいなくても、しっかりと癖をつけることができますよ。これをね、私はね、爪アイロンって呼んでるんですが、こんな感じで開いてくださいね。で、こっちも同じようにしますよ。爪でゴシゴシゴシって開く、開く。爪でゴジゴジゴジって開く。これはね、アイロンでされる方はとても丁寧ですが、そう、やけどしないようにね、気をつけてやってくださいね。私はアイロンなしでやってますよ。そう、開く、こんな感じね。たら、両脇が開きました。こっちが上、こっちが下ね、わかる？そしたらこの上のところの真ん中を持ってこう合わせます。こう合わせますよ、ね、こう合わせたらこの縫い目と縫い目のところをしっかり合わせます。
方面さんに爪アイロン上手って褒められた。ありがとうございます。武将の極みだわ。武将し続けたら上手くなるよ。ここ見て。ね、この縫い目と縫い目をしっかり揃えて合わせますよ。そう、こんな感じ。お山みたいな形になりますよ。そしたらね、この上をね、って1センチで縫い合わせてくださいね。この真ん中しっかり合わせてね、ここのひだひだは開いた状態で縫い合わせます。よいしょ。では縫いますね。できました。ごめんなさいね、糸の色変えるの忘れた。こう縫えました。で、ここまで縫えたら、またハサミで切り込みを入れていくんですが、切り込みを入れる前にね、このね、この両端のこのツンツン、ここだけ三角に切り落としますよ。見えますか？このね、縫い糸を切ってしまわないように三角にチョキンって落とします。ね、こっちも、縫い糸を切り落とさないように三角にチョキンって切り落とします。で、そこから先ほどと同じように1センチから1.5センチ間隔で切り込みを入れていってください。くれぐれもさっき縫った糸を切ってしまわないように気をつけてくださいね。こんな感じ。大丈夫かな？ほほー。ほら。そう。よかった。TMTM コックさんに分かりやすいって言っていただいた。ありがとう。じゃあこれで、ここまでできたら、この下の開いているところからひっくり返しますよ。よいしょ。よいしょ、よいしょ。ひっくり返したら、こうダブルガーゼは特に、ここがね、丸くなりやすい。なので、しっかりとこの縫い目のとこまで引っ張って、しっかりとひっくり返して、これもまた、爪アイロンで、しっかりと折り目をつけてください。開いてね。この縁をしっかり折る。そうそうそう。はい。こんな感じになりました。これが、これで、表布は終わり。出来上がり。はい。じゃあ、質問もないから次進みますね。なんかあったらコメントしてくださいね。次、ポケット布に進みますよ。ポケット布はこのようになってますね。左右対称に。これを同じように内表にして重ねますよ。こう。ね。内表。そしたら、こっちまっすぐの方、こっち丸い方。この丸い方をまた同じように縫い代1センチで、ぬーんって縫ってくださいね。で、縫いますよ。このように縫いました。1センチの縫い代。で、またハサミで同じように、さっき縫った糸を切らないように切り込みを1センチから1.5センチ間隔で入れていってくださいね。はい。こう。切り込みが入りましたよ。そう。ね、切り込みが入ったらこれを開きます。こうね。で、先ほどと同じように必殺爪アイロンでしっかりとゴジ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 って、ここの間をね、折り目をつけていきますよ。ここをね、しっかりこのつけておくと、この次の工程がすごく楽になりますよ。アイロンでね、割ってくださってももちろん構いませんが、すごくね、ちょっと難しい曲線のアイロンは。そう、こんな感じで割りました。
そしたら、これが気にならない方はそのままでもいいんですが、ね、この部分はね、このポケットのこの内側の部分になるんですよ、ここ。ね、そしたらこのビラビラが気になる方がいらっしゃったら、抑えミシンをおすすめしてますよ。そう。何？方面さん、多分ね、質問を考えるより手際の良さに驚いてるんですよ、みんな。え、どういうこと？ちょっと私、早すぎるのかな？ちょっと待ちますか？待ってほしい人は言ってください。ちょっと待とうか？本命さん、私にもできるかな？できますよ。ナミさん、そうそう、口を開けて見てます。え、どういうことだ？ どういうことだ？そうそうそう、あやみさん、そこを2ミリで切ってもいいと思いますよ。ここを2ミリで切ってもいいんですが、私は2ミリで切るよりは抑えて塗った方が好きかな。ほつれてきたとき2ミリで切ったら、そう、ちょっとな、めんどくさくなければ抑えミシンをおすすめしますよ。ちょっとめんどくさいですけどね。なんか良さそうなのでコメントが進みます。よし。そしたら、このビラビラをね、抑えミシン、このビラビラを抑えるために、ここのね、真ん中の縫い目から横側に2、3ミリのところをずーっとこのビラビラを押さえて、ミシンで押さえていきますよ。こっちも両側ね。とりあえず1個塗ってみますね。押さえますよ。いっぺんに縫おうとすると難しいですわ、これは。曲線なんでね。途中で止まって止まってビラビラを押さえながら進めると、抑えミシンがうまくいきますよ。こっちが片っぽ終わりました。あ、手縫いでされる方はここは省略して、この抑えミシンは省略ですわ。手縫いの方は、ね、あやみさん、この抑えミシンはしないでいいですよ。じゃあもう片方も抑えますね。よいしょ。できた。こんな感じ見えるかな。ちょっと私糸の色変えるの忘れた、ごめんなさい。こんな感じでね、真ん中のミシン、抑えミシンをこう押さえていきました。これで真ん中のビラビラがじっとしますよね。そう、方面さん、どうして、どうしたの、どうして、どうして、何がだろう。また聞いてくださいね。あ、くーちゃんかっこいいって言ってくれた。くーちゃん見てくれてありがとうね。で、続きいきますよ。本命さん、どうしての続き、よかったら聞かせてくださいね。そう。こっちが上。こっちが下。ね。この向きで置いて、ここの上をね、ノーズフィッターが入るように、こうやって、三つ折りをします。三つ折り。押さえミシンとは普通に縫うだけでいいのですか？私は直線縫いで押さえてます。これね、気になる方はジグザグ縫いをされる方もいらっしゃいますよ。どっちでもいいです。私はもうダーッと直線で押さえてます。でもこのジグザグするとこのビラビラがより一層もしかしたら押さえられていいのかもしれないですよ。ふふふふ。そう。ね。で、ノーズフィッターが入るために、入るための、この端の処理をしますよ。これはね、1センチで折ってもう1センチで折る三つ折りをします。これはね、上下間違いそう。自分で手に持って見たら分かりますわ。どう考えても上が大きい、ほらそう、ポケットの上にノーズフィッターがつきますよ。これ見て、どう考えても上が大きいので、上下は分かると思いますよ。よし、行こう。愛媛にも出店をしてほしい。私、愛媛にも出店したかったですよ。予定してたんですよ、実は。でもね、なくなった。またいつかね、愛媛にも伺いますんでね。よろしくお願いしますね。爪アイロンで、
折り目をつけていきます。1センチで折って、もう1回1センチで折り返して三つ折りをしますよ。私はこれをね、もう爪アイロンでちゃっちゃってやってしまいますわ。こんな感じね、三つ折りの癖がつきましたよ。そう、そしたらここを縫っていくんですが、これはね、こっちからぬーんって縫って、ここで一旦ストップ、ここで一旦ストップで、返し縫い、じゃ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 、1回ストップ。でここを 1.5 センチぐらい開けて、ここから返し縫い、じゃ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 、でまた最後まで縫い進めてください。ここはね、ノーズフィッターの入り口の分だけ 1.5 センチぐらい開けておくんです。じゃあ縫い合わせていきますね。返し縫い、ここで返し縫いをしましたよ、ここを 1.5 センチぐらい開けて、また返し縫いしてから最後まで縫う。で、糸の処理をしますね。はい、こんな感じで縫い合わせましたよ。ね、ぬーんって縫って、ここを開ける。ね、ここからノーズフィッターを入れますわ。ね、姫待ってますよって言ってくれた。よろみ、私もいつか行けるように頑張りますね。そうそう。はい。で、これでポケット布が出来上がりましたよ。そしたらね、この表布と合体させていきますね。この表布の、ここをね、ちゃんと開いてね、ここ。最後はね、こうやって開く。こっち側も開く。こっち側もちゃんと開く。開く。開いた状態で真ん中をしっかり合わせる。わかる？こう。ね、縫い目真ん中を、そう。で、合わせたら、このね、このポケット布をこう乗せるの。こう。裏側が上になるように、また同じように、ここの真ん中を揃える。で、重ねます。こね。そしたら、形がここ同じなんですよ、ここね。そう。で、このね、下をね、1センチ、こっからドゥーって、こっちもドゥーって、これをね、縫い合わせますよ。縫い合わせます。何？ぬーん、かわいい、くーちゃん、ありがとう。手縫いの時も返し縫いはした方がいい。手縫いの時は返し縫いいらないよ。玉留めしてからまっすぐ並縫いしてくださいね。こっからスタート。1センチの縫い代で縫い合わせていきますよ。これで縫い合わさりましたよ。ね、ここ縫い代1センチで縫い合わせました、ポケット布。みゆきちゃん、息子がすげえって言って、あははは、ありがとう、見てくれてるんか。また遊んでな、いろいろ終わったら。そう、縫い合わさったら、これはね、ひっくり返します。こう、パタンと反対側に。で、ここのね、さっき縫ったところの際をね、これまた素敵に爪アイロン。ここはね、結構分厚くなるんで、しっかりとね、折り目をつけておくと最後が楽ですわ。しっかりと開いて、で、ここちょっと糸が出やすいんですけど、ここ糸切って、はいはい、糸切ったよって。そう、こんな感じで、しっかりここ折り目をつけておいてくださいね。そう。で、こうしたら、あとはね、こんな感じになりますよ。ね、ゴールもう少し。横のゴム通しの部分を作っていきますね。このね、端っこがね、こんな風になるの。これ、ほら。これをしっかりと1センチのこの同じように折るの、ここでね、こう。で、折った上で、これを、ここに倒す。ね、倒す。で、倒したら、こっから私いつも始めるんですが、じじじじ、返し縫い。ドゥーン。で、こっちは、四角くいくんですが、こっちはね、このね、上の縁を2、3ミリのところを押さえミシン、ブーン。で、これまたパタンって、ね、ゴム通しのところをパタンって折ったこの際を、ブーン。で、この下を押さえミシンでダダ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 ダ。で、返し縫い。で、一周ぐるりと縫い合わせますよ。もう一周いくの。一気に。私はいつもここからスタートします。じゃあ縫いますね。
スタート。で、ここからはポケット布は縫ってしまわないように表布の押さえミシンをしますよ。で、この辺で一旦ストップして、ね、ちょっといらない糸が出てたからね。ここはポケット布をここ折り曲げる、パタンとね、パタンと折り曲げて、で、ポケット布じゃないわ、ゴム通しの部分を押さえミシンでまた直線で押さえる。で、最後下の部分を押さえる。で、最後返し縫いをして終了。そうです、こんな感じでございます。出てきた糸は処理してくださいね。はい、これで出来上がりましたよ。ほら、ミシン終わり。こんな形。ね。合体するときに表にしたいのをポケットと合わせるようにして縫うで合ってますか？合ってます、あゆみさん。表側にしたい方をポケットの表側とか背中合わせ、内表っていう形になりますよ。ちがるるさん、そこがうまくいかないとこがあるんですよね。ああ、そうか。この最後の一周かな？私だーっと言ったけど、これ私、うさぎの一番もう、うさぎの、うさぎ、もっとうさぎに行けぐらいで、もう、マックスうさぎで、マックスベタ踏みでやってるんですが、ゆっくり進めると大丈夫。だし、どっかで止まって続きを縫ってもいいので、一周、私はもう、ノンストップ一周ぐるりと回りますけど、そう、ここだけ縫って、ここだけ縫って、ここも押さえようか、そしてこっちも押さえてみようか、でもいいし、一周でドーンって一周で行こうとすると、難しいかな。ゆっくり進めたらいいと思いますよ、ティガールルさん。で、あとはね、ゴム通ししたら完成なんですけれども、ね、ゴムの話。私はね、ちょっとゴムを用意するのを忘れたわ。ちょっと待ってな。よいしょって、ゴムをさっさと用意するわ。よっこらちょっと言うてます。よし、はい。ちょっとまっすぐ向けるね。よいしょ。こんにちは。お久しぶりです。私はね、このね、そう、ゴムは、マスクゴムを今となってはちょっと珍しいというか手に入りにくいマスクゴム。これをね、使用してますよ。このなマスクゴムの長さは、大人用も子供用も、22センチで私はカットして使ってます。22センチ。大人用は22センチ、だいたいいけますわ。で、子供用もなぜ22センチにするかというと、結構ね、お子様によって耳の位置がいろいろ、顔の形もほんといろいろ、子供サイズは3サイズにしてますが、その3つのサイズだけではね、月齢とか顔のサイズが本当に子供は違うので、今度耳のゴムで調節することもできるように、22センチにして、長かったら結び直してくださいっていうことができるように、同じように22センチでカットして結んでます。ちょっとティガルルさん、両端のポケット布のところね、ゴムの部分の生地を倒すと、ポケットの生地の端がこんにちはするとき、それは、なるべく、ここのね、ここの枚数は私は、ここを少なく布をしたいので、ほんとポケットの上にトンと乗るだけに、してるデザインなんで、なかなかね、そう、それはありますわ。ちょっと引っ張り気味にしたらいけますよ。そう、こんにちはしちゃうんだけど、ちょっと引っ張り気味にポケット布をしてもいけますよ。なぜなら、こういう丸いフォルムをするので、そうでしょ、こう丸いフォルムで使うので、ポケット布がちょっと引きつれてるぐらいが本当は馴染むの、同じ長さだから、ちょっと上を引っ張り気味で縫ってしまっても馴染みますわ。そう、それでやってみてくださいね。そう、ほんでね、これね、これ今となっては幻のこのゴミを持ってない方は、代用品でよくね、このウーリースピンテープっていうのを使ってらっしゃる方もいらっしゃるかなと思いますよ。ウーリースピンテープ、私も持ってるんですけど、このウーリースピンテープっていうのは、ほら伸びるよ。で、平たいの。これはマスクゴムに比べて平たい、これは丸い、これは平たいね。ゴムはね、普通のゴムですわ。これ伸びるし縮む。けど、このウーリースピンテープの特徴はね、伸びるけど、縮もうとする力は弱い。
ね、伸びるけど縮もうとする力は弱いんです。だからどういうことかっていうと、これ私ね、こっちをマスクゴム、こっちをウーリースピンテープにして、ね、同じ22センチでカットして結んで使ってみたんです。そしたらね、ウーリーの方がね、こう下がってきますわ。どういうことかっていうと、顔にね、ジャストサイズにで作れてないと、あのウーリーはね、こう引っ張ってよっていう力がないの。伸びて耳に引っかかってくれるんだけど、これはね、引っかかった後にこれを縮もうとする力がないので、これをツンと引っ張っててあげようっていう力を維持しきれない。なのでウーリースピンテープをもし使う方はね、ジャストサイズになった時一番心地いい、あの耳にすごく優しいので、これはいいと思うんですけど、ジャストサイズにすることによってこのフィット感をキープできるで私は考えます。なのでマスクゴムを使う方は22センチでカットで作って仕上げてしまっても OK けれど、もしねウーリースピンテープを使われている方はちょっと長めに切って、それであのこれにね通しておいて、で通しておいて、あのあとはね、あのお客様の方で自分の顔にぴったりサイズであの結んで使ってくださいって言ってあげた方が、あのお客様にとっては親切かな、使う人にとっては親切かなって思います。あの伸びが悪くて縮もうとしないので、ウーリーが短い人にとっては耳にかけたら痛い、引っ張って、でもウーリーが長い人は緩い、緩くて落ちてくる。そうなので、ウーリースピンテープをもし使ってらっしゃる方は結んでしまわずに、例えばこれを25センチとか27センチでカットしたものを通すだけで、あとはあの自分のサイズで結んでくださいって言うと親切かなと思いますよ。でマスクゴム全くないんだけどっていう人もいらっしゃるかなと思いますわ。その方はね、このね紙マスクの、この私にとっては一番優秀なこのゴムを使ったらいいかなと思いますよ。これはね、私がこれで使ってるこの一般のマスクゴムよりも、こっちのゴムの方が優秀。すごく伸びて、すごくしっかりして、いろんな顔の人に使えるように、なかなかな伸び具合でしっかりと。これはね、これをリユースすることをおすすめしますよ。あのね、このね、紙マスクの、ゴムをね、ここでパチンって切るんじゃないの。これね、このね、不織布ごと切るの、ここをチョキチョキって。ね。これ。チョキチョキって切るの。あ、切ったやつどこ行った？あった。ちょっと待ってよ。よいしょ。切ったやつこれだわ。ね。ほら、こうやって切るの。こう、これ、こう。ね、こう。ね、こっちもこれ。こんな風に切り取りますよ。これマスクゴムをで、これを切り取ったら、ね、ここにね、こうして置いて、これをね、四角くデデ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 
てデデデデデって縫い付けます。これでマスクゴムの移植手術が終了です。このゴムはね、一番優秀だと思います。私のこのマスクゴムよりも優秀。なんかこれ手に入らないですけど、これは手に入るでしょ。なのでね、1枚ね、紙マスクをこれのために1枚いろいろ使いますよ。でこれでゴムリユースするでしょ、ね、っていう方法もありますよっていうお話で、私の場合はこれは普通のマスクゴムをつけるのでマスクゴムを通しますね。私はこのダイソーのゴム通しを使ってますが、持ってない方はね、ダイソーに買いに走らなくていいですよ。一般のヘアピンとかでもね、十分代用できますので、お家の外に出かけないであるもので作るを心がけてくださいね。結んだら反対側を引っ張って、このゴム通しの中に結び目を隠すとスタイリッシュ、見栄えがいいですよ。あ、出てきた、反対から受けるこうね、反対側を通しますよ。スッスッスーと、サッサッサーとね、下からサッサーですわ。通して通して結ぶのよ。はいはい、なんか質問あったら言ってね。よいしょ、結んで、ほんでタッ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 
孔明さん、移植手術すごい。ね。これは私じゃなくてね、これをね、作ってくださった和の方、マスクの和の方が教えてくださった素敵なアイデアを私がいただいて、紹介させていただいてますよ。はい、ゴムが通りました。出来上がり。やったやった、超嬉しい。これで完成です。ね。で、完成なんですけど、で、さっきお見せしたこちらの布マスク、ごめんなさい、紙マスクの、このね、鼻のところに入っているノーズフィッター、これ、ちょっとね、ここをね、パチンとハサミで切るとすぐ出てきますわ、これ、ノーズフィッター。このね、針金、ね、これをね、リユースしてくださいよ。このね、マスクのポケットのさっきノーズフィッターを入れる入り口、ね、入り口、ここからね、入れてみてくださいよ。私も右利きなんでね、右利きの人が入れやすい向きにね、ノーズフィッターの入り口を私は作ってるので、私は入れやすいです。ちょっと待ってね、ゆっくりゆっくり、真ん中の縫い合わせのとこちょっと入れにくいですけど、ゆっくりやればちゃんと入ります。はい、入りました。ここにノーズフィッターが入って、顔により一層フィットするマスクの出来上がりでね。これマスクゴムの移植手術もしました。ノーズフィッターも移植手術が成功しました。この残りのこれもここに入れて使う。ね、すごくない？1個の紙マスクがあるだけでこんなに有効利用。そうでしょ？ね、ほら、これほら、移植もしたし、ね、ノーズフィッターも引っ越ししたし、そして最後の紙マスクはフィルターになる。ね。そういったマスクの出来上がり。ポケット布と表布の長さが同じぐらいに出来上がってしまいます。なぜだろう。ここかな？この高さかな？ハンガラークマさん。この高さが同じ高さになりそうってことかな？ここからポケット布が出てくるってことかな？これはね、三つ折りの仕方がちょっと1センチ1センチで折ってないかな。ちょっと折りが甘いかなと、折りが薄い。しっかり1センチ1センチで三つ折りすると、仕上がりがこんな感じで、ずーっと1センチぐらい低い位置で仕上がりますよ、ポケット布が。よかったら調節してみたらどうかなと思いますよ。でね、使い方としては、このね、中に必ず紙マスクとか、他のフィルター効果のあるキッチンペーパーとか換気扇のフィルターをカットするなどの、ね、フィルター効果のあるものを必ず入れて使う。で、感染予防伝えてください。ね、高さはね、多分これの三つ折りの仕方が1センチ1センチの三つ折りは、ちょっとこの三つ折りの具合が5ミリ折って1センチみたいな感じで、三つ折りの折り目が薄いから高さが出てしまうんだと思いますわ。あ、三つ折りは遅かったです。ありがとうございます。 OK、 解決。 さあ、そしたらね、またね、素材もよく聞かれますわ。素材、もうダブルガーゼがない方は薄手のコットンでもいいと思いますよ。例えばね、用意しましたわ。見て、これ、お弁当の風呂敷とかによく持ってるバンダナ、これぐらいの。みんなバンダナお家にありますか？うちはこれ、お弁当を入れる風呂敷にとして1つ100均で買ってありましたわ、バンダナ。これぐらいの厚み、これぐらいの厚みの薄手のコットン。このバンダナでちょうどと言わず、十分1個作るだけの生地になりますわ。ね。このバンダナぐらいの厚さの生地で、ま、この表布を使っていただけます。内布にダブルガーゼがあると、肌触りと吸水性がいいのでおすすめですが、ダブルガーゼが全然ない方は、先ほどの薄手のコットンだけで作るのもいいと思いますよ。見て。これがその実際、薄手のコットンで作ったマスク。内側はダブルガーゼ。見て、薄手のコットンにしたおかげで、こんなに派手柄もかなっちゃう。ダブルガーゼの生地の柄って少ないでしょ、種類がね、あんまり。そう、だから薄手のコットンにするといろんな柄を楽しめて、それもね、楽しいと思いますよ。ね。そう。で、もしね、これをご覧になって作ってみようかなとか、作ってみたいなって思われた方、もしよかったらね、
これ見て。ポケット付きマスクであなたとあなたの大切な人の感染予防効果を高めたい。ハッシュタグベルとポケット付きマスクでマスクの輪をつないでください。これをね、よかったらご協力いただけるとありがたいです。またね、インスタでね、このシャープハッシュタグベルとポケット付きマスクで検索してみてください。いろんな方が作ってくださったマスクとつながることができて、なんかね、マスクのカタログみたいな感じ。こんな柄でしてるとか、こんな素材でしてる、こんな大きさでしてるとか、あ、ここで販売されてるんだとかね、いろいろ見ていただけることができる。これをね、クリックすると、これを、検索するとカタログみたいな感覚で、いろんなこのね、フェルトのね、ポケット付きマスクと出会うことができますよ。それと同時にね、これから作ろうと思ってくださる方のこう参考とかね、背中をトンと押すきっかけになったらいいなと思うので、もし差し支えなければぜひこのね、ハッシュタグをつけて、あのマスクの輪をつないでいただけるとありがたいです。強制ではないけどね、よかったらチャレンジしていますって言ってくれた。ポケット布をガーゼハンカチで作ってもいいですか？いいと思いますよ。あまり厚手になりすぎると息苦しいので、ね。ガーゼハンカチをタオルとガーゼに分解してる方もいらっしゃると。ケイちゃん、アイちゃん、昨日お友達がこのマスク作ってくれました。わー、お友達最高。メリアさんも頑張ってみてくださいね。そう。で、もしね、作り方わかんなかったら、あのね、ペルトの YouTube のチャンネルの方にも作り方載せてあります。で、このライブね、途中から見て何か分からなかった、何を話してたの前半っていう方はね、このライブ動画が終わったらすぐにストーリーにシェアしますので、バックナンバーで見てくださいね。で、そのバックナンバーも24時間で消えてしまうので、消えてしまったこのライブ動画のログは、それをそのまま編集も何もなく、この汚い顔のまま YouTube に全部載せてきてるんです、今までの分をね。だから何を今まで話して、何をどんな風に考えてこのポケット付きマスクを進めてきていたのか、もしね、興味ある方いらっしゃいましたら、過去ログもよかったらね、あんまりすごい無駄にむっちり用が多いんですし、きしんどいかもしれないけど、 BGM 代わりによかったら聞いてみてください。絵本の森さん、ありがとうございます。作ってみたいと思いますって言ってくれた。嬉しい。ほうめいさんも、ありがとう。よかった。勉強になりましたって言ってくれた。嬉しい。ぜひ、作ってみてください。このマスクをね、ポケットにフィルターを入れて使う。これでね、あなたとあなたの大切な人の感染予防効果を高めたい。このマスクをね、どうかどうか、いいなと思った方は、大切な人のために作る、ね、大切な必要な人のところに届けるお手伝いを、ご協力をお願いします。はい、おでぶーさん、名前かわいい、ありがとうございますって言ってくれた。こちらこそ見てくださってありがとうございます。もっかさんもありがとうございました。カットしました。今から作ります。おー、頑張ってください。坂口さんもありがとうございます。作りますって言ってくれた。ゆきこさん、やっと完成？よかったら見せて。で、よかったらハッシュタグお願いします。あ、インスタ拡散します。わー、嬉しい。ぜひ、布だけのマスクはこのコロナの時にはダメだよ。布だけのマスクは効果が薄い。お子様用も大人用ももちろんね。これだけはね、香港の、SARS を経験した香港、いや、アジア人の知恵ですよ。私はたまたまお友達が香港人でいたので、ね、今回のこの件で、ポケット付きのマスクをいきなり作り出したんで、なんだってなって、教えていただいたの。必ず、ポケットのとこに、フィルターのものを入れて使う。これはね、アジア人ではこれが常識ですわ。日本人は逆にあまり知られてない。だからね、これをね、日本の人に私はお伝えしたいなと思って、この輪をね、広める協力をお願いしてるんですね。ぜひともポケットにフィルターを入れて使うこのポケット付きマスク、進めてあげてください。じゃあ、KMM さん、ありがとうございます。言ってくれてありがとうございます。あと20秒。それでは次の放送は夜の9時になりますので、またわからないことあったら夜9時から始まるライブ動画でお会いしましょう。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。最後のじゃんけんやるよ。最後のじゃんけん、じゃんけん、パーでした。ありがとう。